ロゴタイプも今年ファーストクロップ誕生しております。明けて9歳になりました。昨年の初年度97頭に種付けをしております。ロゴタイプ自身は2歳の6月函館の芝 1200m で新馬勝ちをしまして、その後は函館札幌2歳ステークスで共に4着、秋の東京ではベゴニア賞500万特別を2歳レコードで快勝しました。その後旭杯、フューチュリティステークス、3歳になってスプリングステークス、そして皐月賞またもやレコードタイムを出しまして4連勝、2歳チャンピオンから一気にクラシックウィナーまで上り詰めております。その後、残念ながら前線惜敗が続きましたが、6歳になりまして安田記念、モーリス、佐藤のアラジン、イスラボニータ、リアルスティールなど、まさにこれから同僚になっていく馬たちを相手に、3年2ヶ月ぶり G1 勝利を飾っております。長い間活躍したのはもちろんロゴタイプの能力もありますが、お父さんのローエングリーン、こちらも2歳にデビューをして8歳で中山記念を勝ちました。また近親にあたるパドトロワ、アンドゥオールなども6歳になってから重賞勝ち、オープン勝ちをしている馬ということを考えますと、能力に加えてこの血統にはタフさも受け継がれているというふうに思っております。体が丈夫ということはまず大事な条件でございますので、ロゴタイプ3区どんどん競馬に使ってどんどん勝ち上がる、そういった活躍を期待しております。今年の種付け料は受胎条件の80万円でございます。ご検討よろしくお願いします。ロゴタイプでした。ありがとうございました。